こんにちは、ドクター熱血です。今回はキャラクター紹介過去編の浦原喜助やっていきたいと思います。キャラ強化がすいません終わってないです。以前はですね、ホワイトで引くまでは、あ、こいつ心属性でいっちゃん使えるわ、育てたろうって思ったんですけど、心はもうアイゼンがいるんで、心属性使うことはおそらくないと思います。で、こいつは常に僕はリンクとして使ってます。境界紙ドロップアップで、いつも世話になっております。マックス時のキャラ強化マックス時のデータを読み上げていきたいと思います。今これレベル100の状態で、体力は100にすると687、攻撃412、防御が263、会心が219、レアさ430となっております。必殺技は戦時後天大砲。対象者に凝縮した霊力を集中射出して当たった敵全員に絶大ダメージを与える。ソウル特性は境界紙ドロップアップ 17% という風な形になっております。で、心属性の比較の表を出してみましょう。こちら、いつものごとく攻撃力相当になっております。現時点、2016年4月13日現在において、心属性で攻撃力1位はホワイトデーケンパチ、2番はクリスマスコマムラで、一心に続いての第4位、過去編の浦原喜助となっております。その他、防御は中堅どこですかね。会心は低めに入るのかな。レアツは430と、そこそこ高めというところですね。体力は687で、これもまあ上半分よりは上かなというところですかね。ブリソルは好きなキャラ使ってなんぼなんで、僕はホワイトアイゼンを心では使うようになってますが、このキスケもかなり優秀なキャラクターだとは思います。攻略において残念なのは境界石ドロップアップですかね。ソウル特性が、僕はその石集めには必ずキスケをリンクにつけてるんで、これはこれで重要なんだけども、例えばバトルとか、例えば難しいところを攻略するっていう時にはソウル特性はこれより他の方が嬉しいですけどね。でも強いです、キスケは。さあ、虫眼鏡。僕もう12番隊隊長っすから。浦原喜助、後手13番隊12番隊隊長。技術開発局の初代局長にして創設者。砲撃を開発し、ホロウ化の真相を究明するための研究に日々没頭している。体調8パーリーでかくね。過去編のキスでございます。じゃあ実際にやっていきましょう。で、今回リンクをつけます。強攻撃をもっと見たいというふうなご意見があったんで、クールタイム短縮をちょっとつけていきたいと思います。なんですか、他の人でつけちゃってるのかな。でいけるな。はい。で、強化がマックスになってないんで、ちょっとどうしようかな。簡単めのところにしようかな。あえてアイゼンと戦わせてみっか。キスケはね、その下駄の音が特徴的ですよね。
心属性がありますか。あ、違う、ごめん、カットしましょう。はい、戻ってまいりました。フレンドを選択せずに戻ってまいりました。まあ一回ねやったんですけどね、黒ひつぎで死にましたね。とりあえずここの敵を倒してから、さあ、キスケの通常1234、あれクリスマスもこれだっけ、この最後こんなんだったっけ。で強攻撃1、クリスマスとの比較としては強攻撃3が特に違いますね。強攻撃1突っ込んでバシュン、イヤギリな感じですかね。クリスマスのキスケでいうと強攻撃2に当たるものですね。でクリスマスのキスケの強攻撃3が強攻撃2に当たるものです。これが多段になるんでガード崩しにこいつが最適ですね。で、過去とクリスマスの比較として一番違うのはこちら、軌道が出せますね。なので軌道をガードする敵に対してもこいつで、防御が崩せますといったところですかね。フルタイム短縮してるんで早いですね。じゃあちゃちゃっとやっていきましょう。まあ最終強化が終わってなくても、あ、ちょうどいいのか。攻撃力を最終強化しなくても十二分に強いですね。まあここはこっち心で向こう地なんで、まあそれは攻撃が通ることは通るんですけど。あ、やべ、これで間違いなく黒ひつぎで即死する。キスケは強攻撃はどれも優秀だと思います。さあ、あとは必殺技ですね。強攻撃1と2を与えて、その程度ですか。波動の91千住光天大砲、これは全く一緒ですね。終わりにしよう。あかん、死にそう。届いたら死ぬ。早くないか。おお、よかったよかった。あ、危なかったっすね。危なかった紹介を入れても3分4秒なんで、まあまあ。てかあれだ、台が3個も落ちてる、美味しい。はい、というわけで、今回は過去編のキスケを紹介させていただきました。この強化が全部終わってない段階でも、この110のアイゼンをで、これ今クールタイム短縮だけ でアクセサリーも何もつけてない状態でなんで、キスケはかなり優秀なキャラクターだと思います。で、まあ僕としてはリンクのためにも絶対100まで上げて、で石集めたい時にはキスケをつけて紹介しております。そんなところかな。なんかキャラクター紹介久しぶりにさだった気がするので、今回でね25キャラ目ということで、
あとストック何個あったっけな。はい、これからまたそーんと話のネタが尽きるたびにやっていきたいと思います。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。